ちょっと曲がってても強いんですかね。すごい上からですけど。はい、こんにちは。アルブル木工教室辻です。今日はメーカーさんからの依頼案件で、スナップフレッシュ、こちらですね、のインパクトドライバー 20V の紹介をさせていただきたいと思います。もう詳しいことは結構いろんな動画で上がっていると思います。ビギナーさんが、初めて購入されるということを、焦点を当てて説明していこうと思います。結論ですね、なんか知らんけどなんかいいって感じ。そんな曖昧でいいんですかね。でもそんな感じだよね。そうですね。依頼いただいたぐらいの案件なんで、ちょっと使ってみようかなぐらい思っていたんですけど、結構ですね、教室の中でもメインで会員さんが使ってくれそうな、気はしてます。というのは一つパワーですね、 20V ということで、 20V だからといって強力っていうのはちょっと計算上違うんですけれども、すごい、でも何にせよパワフルです。同じコストのいろんなメーカーと比べてもかなりパワフルで使いやすいんじゃないかと思います。はじめにもう結論をダッと並べてみます。良かった点、かなりパワフルです。その反面、音が少しうるさい、モーター音とかですね。でもそれも、許容範囲かなとは感じます。インパクト感、この衝撃ですね、手にすごい伝わりづらい、すごいなんかソフトな、感触を受けました。その反面、かなりごつい、このヘッドの長さとかですね、みたいなところがちょっと挙げられるかなと。他にも良かった点を羅列すると、バッテリーが Amazon でも購入できますよということで、スペアのバッテリー、これ買った時は、1つしか付いてきていないんですけれども、自分で購入できますよというような形になってます。バッテリーの残量表示ですね、ここピッと押すとここに残量表示がされますよと。本機から離した状態でもこういうふうにバッテリーの残量が見えます。一般的な、この同クラスのコストのものよりも回転数もすごい速い方かなというふうに感じました。ちょっとここは使いづらいなと感じたところは、ちょっとレスポンスゆっくり回転させるっていうのが難しいかなというふうに感じました。あともう一つ、僕、身長163センチです。で、その中でも手がかなり小さい方なんですけど、グリップからトリガーまでの手が僕結構ギリギリです。第一関節がちょうど当たるかなと。ここが結構外国人向けに、設計されているのかなというふうに感じました。だから女性などはちょっと扱いづらいかもしれません。結構ですね、僕は自分の手も女性と比べると同じサイズだったりするんで、届かないことは全然ないと思います。ここ切り替えスイッチですねが多少硬いのと、あとここが角張ってるんですね。この切り替えスイッチってかなり作業の中で多用するところなので、僕ここ何回かやってて結構痛いなと感じました。で、あと、せっかくバッテリーがこういうふうに他のものにも使えますよっていう形なんですけど、他に電動工具、このスナップフレッシュさんで出ている電動工具がブロワーしかないんですね。なので、今後増える可能性があるのであればすごい嬉しいなとは思うんですけれども、今段階でこのバッテリーを共用できるのがそのブロワーしかないというようなところが、少し、寂しいところかなと感じます。あとは、あとデザインですかね。デザインはこれ単純に、人によって分かれるところなんで、ご自身で判断ください。じゃあスナップフレッシュの 20V インパクトドライバーの紹介です。使ってみてどう？そうですね、慣れてる人はマキタの方が使いやすいかもしれないですけど、僕はこのマキタで慣れてしまってるんで、この長いのにちょっと抵抗があったりはしますね。こう持った時に手の位置がこう、そうですね、違うってこと、なるほどね。やっぱ重い、重さで言ったらなんか重いか、ちょっと重いかもしれないですね。そうね、マキタと比べたらね、どうしても。そうですね。でも他の同クラスの価格のメーカーと比べると、そんなでもないかなって感じ。あとこの反動か、こうトリガー引いた後に持っていかれるんですよね。離した後だね。ああ、離した後。マキタだと。ああ、はい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 。多少はありますけど。パワー見てみようか。パワー。はい。はい。75。はい。はい。ちょっとマキタもやっていいですか？はいはい。おお、なるほどね。やっぱ速いというか、はいはい、力は強いんですかね。結構あんま力入れなくても、あ、本当？楽にさーっと入っておいてます。なるほどね。はい、こっちはもうダダダダダダってなるんですけど。はいはいはい。両臂は？これが一番早い。早い。はい。なるほどね。早いと言いますか。何なんでしょう。回転数はでも確か両臂の方が早いはず。ああ、なるほどなるほど。パワーなのかな、やっぱり。パワーの問題ですかね。結構楽には入るかなと思います。
確かに抑える力が楽ですね、うん、そうだね、そんなにいらない反動がないというのか、まあ教室だといつもね、あの会員様にこう、はい、こう押さえて打ってくださいねっていう形で言ってる、はい、まあ重量感があるから安定してできるってことなのかな。 あとここが光るからブラシレスじゃないってことだよね。レスポンスはどう？レスポンス、うん、握った感じ、こういうね、ハイクラスのものに比べると、はい、もうあ、もう結構早めから始まる、ね、早めから始まってあと思ったのが、例えばこの両尾だとここ軸の遊びが少ないので、はい、こっちだと、はい、めっちゃ動くんよ。ほんまですね。ほんまですね。違うでしょ。だからこれって結構初心者にはやりやすいんかなと思って。要は軸がもう手ぶれ防止みたいなことですね。そうだね。手ぶれ防止カメラみたいな。よくこう斜めにビスがなってるけど、はい、遊びがないから空回りするっていう、ネジ舐めるっていうのがよくあるけど、まあ この遊びが微妙なその角度を捉えてくれて打ちやすいってことなのかな。ちょっと曲がってても今軸が曲がってるけどしっかり入ってくれるって、うん、この遊びは初心者にとってやりやすいかもしれない、はい、あと思ったのがこのスイッチめっちゃやりづらくなる、はい、ちょっと硬い硬いし角張ってるからめっちゃ痛いんだ。ああ、ここ丸ですもんね。もっとこう面が取ってあったら、はい、めっちゃやりやすいんだけどね。デザインはどう？デザインは全然別に嫌いじゃないですけどすごい上からですけど見つけやすい色かもしれないね、はい、これはまあこういうちょっとシンプルな方が好きだったりする。デザインはいいけど日本人の差がなのかもしれないけど、こうアルファベットとかでマキタ 14.4V リチウムイオンとか書いてあるとかっけーって感じになるけど漢字と日本語でこれね、コードレスインパクトドライバーとか、そうね、しかも明朝体でリチウムイオン電池とか書いてあると英語の方がかっこいいことが多いですからね。まあね、それはちょっとわがままなんですけどね。ちょっとライトもちょっと思ったんですよね。はい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 、回した後しばらく光ってるのが多いんですけど、はい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 、これは回してる間しか光らないんですよ。はい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 、何か棚の中とかで暗いところで作業するときに、はいはいはい、何かビスを探してから打つとかするんですけど、はいはいはい、探すのにずっと回しとかもう一台買って回しといたらいいライトだけであとこれめっちゃ嬉しいのがバッテリーを抜いた後で見える。あ、残り残量が、そう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 、これだからこれってこう置いてあった時にどれぐらいバッテリーが残ってるか分からなくて差し込んでないやんってそうそう、よくあるから充電されてないやんってよくない、そうそうそう、これ僕びっくりしましたね。ちょっと何すごい入れてくれてますよ。あ、本当、うん、ソケットも入ってたりしますし、自転車とかそういう用かなですかね。これマイナスとかも結構、はい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 、このかさばらないのすごい嬉しいね。あ、そうですね、カバンタイプと言いますか、うんうんうん、でかつね、こう板状になっててこう袋に入ってるんじゃなくてセミハードっていうのかな、ここの、うん、工具とかね、やっぱりこう積み込み でフラットな形が一番嬉しいんですけど、はいはいはい、音はどうだろう。14.4V と同じぐらいか。パワーはあるけど回転数が少ないけど打つのは速い、はい、あとは 14.4V と同じぐらいだけど速い。そうです、ね、まあそう考えるといいかもね。はいはいはい、どうなんだろう。これ小川くんが初めてインパクトドライバーちょっと買ってみよう、はい、そしたら8680円。初心者の人にしたら高いんですかね。まあそうだね、はい、ホームセンターとかにもっと安いのあるもんね。そうですね。ただそれでね、なんか憧れの 20V ですね、ガーガーガーって打つってなったら全然買いだね。はい、おすすめはおすすめですね。おすすめ初心者の。そうだね、はい、これ調べたらそのブロワーしか他に工具がないのね、そのバッテリーで使えるのはいはいはい。でそう考えるとね、やっぱり色とか統一したい人にはちょっと厳しいかなっていうところ、ね、これで揃えるところ、とりあえずなんかこうインパクトドライバー1個欲しい
パワフルなやつ1個欲しい、ガンガン例えばウッドデッキとか作りたいとか、はい、そういう人には向いてるかもしれないですね。あ、片木で挑戦してみようか。パモ、よーいどん。一緒でしたね。一緒だね。まあでもタモって結構硬い材料だけど、これでも結構いけるってことだよね。そうですね、全然いけますね。せーの、ちょっと一回やってもらいます。楽です。なんで楽なのは楽ですよね、すごい。衝撃も少ない感じするね。片手でいけちゃいますもんね。マキタの片手でできる。左手でやってみて。左手。これでも使ってみてさ、はい、まあ、今75のビス何回か打ち込んだけど、はい、めっちゃこれぬくくない？岡川くんのぬくもり？あれそれもあるかもしれないですけど、ちょっとぬくいですね。ヘッドね、はい、結構ぬくいですね。ちょっと熱持つかなって感じ、ね、そうですね。はい、ということでメーカー様からの依頼案件でこのスナップフレッシュ 20V を紹介させていただきました。で、僕自身、僕も初めは木工でなくて DIY から入ったのが20年前ぐらいなんですけれども、その頃にホームセンターですごい安い5000円のインパクトドライバーを買ったんですけど、3ヶ月ぐらいでそんなに使ってないのにすぐ壊れてしまう、充電もできなくなって、かつモーターも回らなくなったというような形で、その頃に比べたら今こういうものが1万円以下で買えるっていうのはすごいメーカー様の企業努力なんだなというふうに感じてます。で、そう考えた時に1万円以下で例えばこういう 20V のインパクトドライバーを使ってみて、これで色を揃えるっていう考え方じゃなくていいと思います。ビスをバンバン打っていろんなものを作ってみたいだとか、家のいろんなところを直したいだとか、そういう時にあったらすごいテンションが上がるというふうに考えます。昔と比べたら大違いですね。そう考えた時に、まあ、1台1万以下でこういうものを使って自分の道具としていきなり、まあ、プロが使う用の道具を揃えるのも一つの楽しみなんですけれども、まあ、そういうふうに機械の癖というのを知った上で、自分のその道具たちをステップアップしていくっていうのも、まあ、一つありなのかなというふうに考えます。まあ、そういった時にですね、私たちは、まあ本当にこれは、依頼された案件だからとかそういうことではなくて、まあ、僕らのその昔の経験と比べた上で、一つおすすめできるいいものなのかなというふうに感じました。はい、実際僕は使ってみて、まあ、生徒さんにもおすすめできるかなというふうに感じました。はい、ということで、今日はスナップフレッシュの、インパクトドライバー、20V の紹介をさせていただきました。じゃあ長い動画でしたけれども、最後までご視聴ありがとうございました。